よし、来た。よし。いやいや、ちょっと待って。結構いいサイズだったかも。いいサイズでした。皆さんおはようございます。ポテチン TV のポテチンでごじゃる。いつもご視聴いただきありがとうございます。へいしへいしへいしさて今回は石鯛釣りにやってまいりました。そしてさらに魚釣り餌シリーズ、もう第何弾か分かりませんけれども、光る虫編でございます。はい、てなわけで今日はちょっと光る虫を持ってきましたので、それを餌にして石鯛釣りをやっていきます。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと風が強くて涙出てきた。もうちょっとしたらね、風止むと思うからね。寒いね。さあ今日使う光る虫、一体何なのか。その正体はこれだよ、これこれ。じゃーん、青コガネ。これ視聴者の燻製兄さんが送ってくださいました。ありがとうございます。青コガネって私使ったことない、初めて使う餌です。消化が楽しみです。これ光るんだって。まあまたちょっとね、詳しい内容は釣りしながらちょっと吸収してきたことを喋りたいと思いますけれども、楽しみだね。動いてる動いてる。あとね、一緒に本虫も送ってくださったので、それも使いたいと思います。当たってるって。ああ、ちょっと最初はガンガゼも持ってきたので、ガンガゼを食べる魚をとりあえず寄せといて、寄ってきたら青コガネを投入しようと思ってたけど、朝から活性が高いですね。もう少しゆっくり食べてていいよ。ちょっとね、まだ装備が装着し終わってないな。まだ結構明るくなってから当たり出すかなって思ったけど、早いですね。朝一一発目のガンガゼでこれだけ当たりがあるのは嬉しいですね。もうちょっとで走りそうだよね。多分フグかなんかですかね。それかちっちゃい楽器とか。うわ、はあ。すばりー。あ、寒い。対比。ガンガゼを食べる魚がいるということが分かったので、当たりも良かったので早速青コガネを投入しました。でね、青コガネだけだと餌取りにすぐ食べられちゃうから、ガンガゼの殻で青コガネをねパカッて包んで、パッパラーってこうくす玉戦法でやってる。そう簡単には美味しいものは与えないよ。ちょっと意地悪して。ほら今頃光ってるよ。
渡ってるってる。光る虫食っとる。うわぁ。もうすっごい勢いで食べてる。すっごい勢いだよ。取られましたね。まだついてる、まだついてる。話すな、上手だね、食べるの。当たりが早いな。やっぱあれだよね、やっぱこうピカーって光ってるから見つけるのが早いんだよ。ここですよーって。結構あれだね、あ、リスキーな生き方をしてる虫だね。そう、この青コガネはですね、私もいろいろ調べたんですよ。初めて使う餌だからね、いろいろ知っとかないとと思って。なんか通常では落とし込み釣りの餌としてすごい人気な餌らしいんですよ。で、私青コガネとあと青イソメっているじゃないですか。青イソメと似たようなやつなのかなって思ったら、青イソメよりも太くて、で足が長いらしい。へーって。説明がね、下手くそだよね。足が長いでなんでこうなんだろうな。そう。で、しかも若干緑っぽい色の体色をしてるんですよ。まあ、大きい分青いソメとかよりも動く、よく動くからアピール力が良いと書いてありました。そう、そして青コガネは青いソメよりも匂いが強いらしいので、よりさらに、そして光ってるから魚たちが見つけやすいって。美味しいんだろうね。すごいいい当たりですもんね。うわ、当たってるってる。でしかもね、なんか海外で養殖されてるらしくて、私が見たやつはオランダとかイギリスとか、なんかヨーロッパの方で養殖されてるらしい。うわ、入った入った、離したかな。今のは反応が遅かった。ついてる、かかってなかったのか。いや、でも今の合わせてたらかかってたと思うな。ちっちゃいんだろうな。ああ、さっきまでの当たりとちょっと変わったね。これ青子がね、なんか光るタイミングないんじゃない。もうこの状態でくす玉のままかぶりついてそうだよね。うわー。2月の石田釣りとは思えないほどの当たりですね。素晴らしい。さすが鹿児島。どうですかね。ナオサツ最近行ってない。最近行ってない。海が結構荒れて行けないので、海が荒れてるので、あんまり行けてないんですよね。乙女ベラ釣れた。乙女ベラ虫餌だからね、いろんなのが釣れますよね。いい語り。よし。
やっと来た。あんこが、あ、多い？いやいや、ちょっと待って、結構いいサイズだったかも。大丈夫です、ありがとうございます。いやいや、ちょっと待って、結構いいサイズだったかも。大丈夫です、ありがとうございます。いいサイズでした。やったー、あんこがね、あんこがねでガッキー釣れた。ありがとう、クゼニさん。へえ。ですね。ありがとうございます。やったね。分厚い、分厚い、分厚い。やったね。やっと石物釣れた。もぞもぞしている。このね、もぞもぞはね、油断しちゃいけないんですよ。もぞ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 、ターンっていくことあるからね。ありがとうございました。お疲れ様です。かっこいいサングラスつけてたよ。私もサングラスついてんだよ、ここに。今日眩しくないからつけてないけどね。お、入った、入った、入った。お、お、入った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 。入った。よし、来た。よし、来た。あ、待って、いいの持ち方が変。うまく合わせてられ、合わせられなかったらしい。悔しい。悔しい。やっと来たのに。ふぅ。ぶ、ぶ、ぶ、えんぶ。すごい翻弄されてる。身長は確実に縮みます。ヒンメルがいい例、いい例です。そうそう、勇者さえも縮むのですから。そうだよね、ヒンメルね、すごいイケメンのね、身長あったのがちっちゃいおじいちゃんになっちゃったもんね。いやでもあのちっちゃいヒンメルも私は好きですよ。いいよね、フリーレン面白いよね。
もう最近の私のちょっと悪い癖が、アニメとか漫画とか見てて、もう最後が気になってしょうがない。最後早く、最後早くって思っちゃう、ラスト。でも最近のアニメとか漫画ってさ、もうすごい長いから、いけ、最後まで私、うわうわっ、おい、来た、にゃーヒンメルの話、勇者の話してたら来た。よし、うじに、うわー、やったやったよ。せーの、よいしょ、やだ、ガッキー、やったはーい、やったぜー。ライブ配信で釣れたー、いちごきだー、じゃん、熱い。やった、一気に熱くなった。わー、やったね。この時期の35センチとか40センチのサイズ石垣台は本当に美味しいから、スーパーとかに売ってたら本当にね、買う価値ありますよ。私のが私の画面がおかしかった。やったよー、みんな、ほら、ガッキーとツーショットだよ、いいでしょう。うわー、はあ、あっち、この中もね、極暖とかしてるからね、めっちゃ暑いんですよ。あ、でもよかった、ガッキー連れて、ありがとうございます。あ、おゆきさん、そうな、前のライブと同じ時間帯、あー、そっか、だいたいそうだね、開始して、そっか、これぐらいですね。あんまりね、なんか石田釣りの人たちってこうお昼までするってないんだけど、お昼から結構釣れるよね、朝まずめ、うん、長くできれば一番いいんですけどね。ちょっとせっかく、あの、画像が見られてたってことなので、もう一匹釣れたらいいな。ルドゥーシュさんが、スーパーホームシアターってじゃない、これガンダムのセリフでしょ、ガンダムだよね。あ、そう、ガンダムで思い出した、ガンダムシード、私順調よ、順調に進んでるよ。はい、本日の釣果です。青小金で石垣台が無事に釣れました。私最初に言ったかな、今日この釣りの後にライブ配信をする予定です。ライブ配信でもう一匹石垣台が釣れました、ありがとうございます。ね、確かにこっちがね、ライブ配信で釣れたやつ、あの、この黄色い紐ってみんなが言ってた、どっちだったっけ、もうわかんないや。ちょっとどっちかわかんないけど、動画見たらわかるね。あの、口の形とか違うからね、模様とかね、もうどっちかわかりませんけども、ひとまず美味しそうな大きさの石垣台が2匹釣れました。皆さんありがとうございます。久しぶりだな、なんかこう2匹石物をポンポンって釣れたの。これ美味しいサイズだと思うよ、これも多分40センチあるかな、ないかなっていうぐらいだと思いますが、はい、ありがとうね、ガッキーたち。もうしばらくちょっと海につけておきたいと思います。せっかく釣れたので持って帰ってみんなで美味しく食べたいと思います。さあ、今回の魚釣り餌シリーズ光る虫編は無事に底物が釣れました、やったね、めっちゃ嬉しい。しかも2匹、まあ、1匹は光る虫じゃなかったけれども、まあ、だから基本的に青コガネはマダイとかも釣れるらしい虫なので、虫餌なので、石鯛は絶対釣れるだろうとは思ってた。しましまも釣りたかったですけどね、今回は石垣鯛が釣ることができましたので、まあ、使ったことがない方はぜひ、なんか、ね、機会があればね、使ってみたらいいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。
まったねー、バイバーイ。ありがとうございました。にゃー。何なんだこのキャラは。